ロモ、クワチャンネルのクワちゃんです。カレーに虜の生活といたしまして、皆様に毎日カレー動画をお届けしているそんなチャンネルでございます。よはですね、阿佐ヶ谷にあります宇宙阿佐ヶ谷カレーさんに行ってまいりました。宇宙阿佐ヶ谷カレーさんは広島鉄板焼きこみちゃんさんを昼間間借りされてるお店でございまして、流血ブリザードっていうバンドのベルゼブブヨゴレさんという方が店主でやられてるカレー屋さんでございます。ランチのみの曲がりカレーでもう絶品のカレーが食べれるということで、あのカレーおじさんの僕ツイッターを見てね、伺わせてもらったんですけども、早速行ってみたんでご覧ください。本日のカレードン。こちらが宇宙阿佐ヶ谷カレーさんのメニュー表、チキントマトンの2種類で、本日は2種盛りをチョイスいたしました。もちろんお酒もあります。こちらが宇宙阿佐ヶ谷カレーさんの2種盛り、見るからにスパイス効いてそうな一皿は、これぞスパイスカレーといったようないでたち。マトンカレー、チキンカレーのそれぞれが強く食欲を刺激する最高のビジュアルでございます。それでは本日もいただきます。まずはいつも通りチキンカレーの方から。なんと店主さんがクワチャンネルをご覧になったことあるということで、本日は久々にやってみました。マトンカレーのマトンの旨味、香りも最高でスパイスバッチリ。チキンの方も味付けが個人的に好みで、ライスとの相性も抜群。それぞれライスともバッチリの相性。中盤になるとパパドをパリパリして食感をもたらすともあり。副菜の方もそれぞれ最高で、個人的にはナスのアチャールのさっぱり感が最高。そして後半になると、それぞれのカレーを混ぜて食べてみたり、それぞれを食べてみたり、副菜と食べてみたりと楽しみ方は十分。チキンマトンの具材もしっかり入って食感になるのが最高。口の中身が旨味たっぷり。阿佐ヶ谷に誕生したこれぞスパイスカレーといった一店舗、本日も満腹ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、もうスパイス好きにはたまりません。あのインドカレーのようなスパイス使いといいますか、まあ、これぞスパイスカレーっていうようなスパイスカレーで、きっちりスパイスの決まった、もうこう、あ、なんかスパイス足りひんなっていう時にもう食べると絶品のカレーなんでね、ぜひおすすめの一品でございます。チキンの方もマトンの方も2種盛りいただいたんですけども、もうチキンのね、僕個人的に味付けが本当に大好きで、もうビシビシ決まってくるこのスパイス感、あの味付け決まってまして、このマトンとのその相性も良くて、でパパドを散らして食感を足して食べるっていうのも最高でございました。やっぱりねスパイスカレーといったらね、もう2種類が混ざっちゃうみたいなところがもうすごく美味しくて、もうマトンのふんわりした香りとそのチキンのスパイス使いきっちりしたね、そのカレーと混ざり合うところめちゃくちゃ美味しくて、もう副菜とも一緒に食べながらも絶品で、本当にね、あのこれぞスパイスカレーでしょみたいなのの進化系で、めちゃくちゃ美味しかったです。阿佐ヶ谷という街柄ね、本当になんかフラッと寄ってフラッと食べて、こうワイワイ楽しみながらできるみたいな空間で、やっぱりこういうお店が増えてくると本当にカレーを食べ歩くっていうのもすごく楽しくなってくると思うんで、ぜひおすすめの1店舗でございます。はい、というわけでカレーに虜の生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。